またなんかいるのか？邪魔するやつは。あらら、麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして返さん。待て待て待て、ちょっと待てって。さすがに三大将勢ぞろいはねえだろうが。ほら見ろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど俺はもうお前らには負けねえ。きっちり肩をつけるとするか。悪は根絶やしにせんとも。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー、アイスブロックパルチザン。やっべ、ぶっ飛ばしてやる。ひどいことするじゃないの。終わってないんだね。行くよ。一刀流よし。ヒロソンソン。切り替えがありそうだ。俺が万能薬になるんだ。あんたらも運が。アイスタイムカップ。切り替えがありそうだ。やらせねえ。すぐ行く。しかし俺のためにしてやる。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。ギアセカンド、このゴムのジェットガタリング。そこだね。くぅ、消えるな。俺が万能薬になるんだ。ここは任せてもらおう。この程度だ。悪は根絶やしにせんとも。こいつ強えな。ちょっと腕が鳴るよ。何を。くぇ、消えるな。ゴムゴムのアイスブロックパルチザン。メラゴの野郎。大丈夫、これでみんな直せる。君厄介そうだね。煉獄と鬼系。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。効かねえな。
と。ここは任せてもらおうか。効かねえな。ゴムゴムのジャットウィズ。腕が鳴るよ。よし、行くか。大運か。やるじゃねえか。俺が万能薬になるんだ。お、よし、行くか。腹減ったな。もう生きることは諦めんかい。流星火山。水だ。悪いな。ディアブルジャンブ、ポワルはフレーリスペクトル。ここは任せてもらう。アイスタイルカプテン。やべ、腕が鳴るよ。こんなものはつばつけとけ治る。やらせねえ。すぐ行く。そこをどけ。おいお前、おろしちまうぞ。バーストと。ひどいことするじゃないの。その程度だ。大丈夫、これでみんな直せる。それこんなものはつばつけとけ治る。危機急騰流。アッシュだ。引かぬ。一武器。まとめてわし一人で十大運か。やるじゃねえか。ピアフォース。ゴムゴムの。やらせねえ。すぐ行く。まとめてわし一人で十分じゃ。いけるか。俺が万能薬になるんだ。ありがとう。やさかにのまがたま。開始だ。ここは任せてもらおうか。アイスブロックパルチザン。攻撃開始だ。こいつ強えな。ギアセカンド。ゴムゴムのレッドホーク。惜しき。俺が万能薬になるんだ。やねえな。待ってろ、今行く。おりゃあ、よしき。天の村敷も切り替えがありそうだ。刀の旅に出る。もう生きることは諦めんか。流星火山。くそ、死が。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。よし、行くか。ウルトラのジェリー。まとめてわし一人で十分じゃ。俺が万能薬になるんだ。うわ、ありがとう。
ここは任せてもらおうか。アイスブロックパルチザン反撃開始だ。おっとっと、いい、やさかにのマガタマ。てめえ、おりゃ、その程度だ。きっと、まとめてわし一人で10体分やるな。俺が万能薬になるんだ。あれ、おう、追い詰めたと思われちゃ困るね。おら、ちょっと、その程度だ。効かねえな。ぶっ飛べ。たった。煉獄鬼系。もう生きることは諦めんか、大軍か。やるじゃねえか。てめえ、まだがなってねえの。アイスブロックパルチザン、ぶっ飛ばしてやる。これでみんな倒せる。おう、追い詰めたと思う天の村雲。やばいかもな。ピアフォース、ゴムゴムのキングコングか。ここまでかね。腹ごしらえだ。ここは任せてもらう。アイスタイムカプセル。やべえ、くそ、体が熱い。やらせねえ、すぐ行く。来たぞ。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。次はドイツだ。おりゃ、俺ダメだ、熱いの苦手。行くぞ、そのまま倒れてろ。わん、切りがいがありそうだ。刀の髪に効かぬ。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。どう、ひどいことするじゃないの。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。俺が万能薬になるんだ。体が動かねえ。俺が、待ってろ、今行く。アイスタイムカプセル。やっべえ、刀の髪にしてやる。悪は根絶やしにせんと大運か。やるな。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。くぅ、消えるな。危機急騰流アッシュだ。一部銀、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。あらら、ここは任せてもらおうか。その程度だ。大丈夫、これでみんな直せる。くぅ、冷えるな。くそ、体が熱い。やらせねえ、すぐ行く。ヒーロー、まとめてわし一人で十分じゃ。
ディアブルジャンブフランバージュシャット効かねえな。こんなものはつばつけとけ治る。ほらよ、しっかりしろ。てめえの世話には感謝の一つも言えねえのか。もう生きることは諦めんか大軍が。もう気は抜かねえ。俺が万能薬になるんだ。おう、ぶっ飛ばしてやる。ひどいことするじゃないの。邪魔で悪は根絶やしにせんと大運がやるな。ディアブルジャンブポアルアフレイルセクトー。アイスタイムカプセル。やっべ、俺が。待ってろ、今行く。大丈夫、これでみんな直せる。俺が。あらら、しくじっちまったか。こんなものはつばつけとけ治る。うそれぬけりゃ。まとめてわし一人で十分大軍か。大丈夫、これでみんな治せる。体が動かねえ。くそ、体が熱い。そこどけ。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。いや、フォース！ゴムゴムのテオパネーカー。これ体が動かねえ。おいおい、マジか。聞かねえな。二刀流、いよい羅生門。こいつ、強えな。ぶっ飛べ。ビビってなんか、へへ、調子がいいぞ。あらら、こりゃ、参った。やらせねえ。すぐ行く。刀の下げにしてやる。正義が負けるわけにゃいけんのじゃ。俺が万能薬になるんだ。お俺が。次はどいつだ。ぶっ飛ばして。まだじゃ大運か。待ってろ、思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルプメモリー。刀の旅にしてやる。ビ
言ってなんかいねえ。待ってろ、これで最後だ。おりゃ、うん、まだまだじゃ。大噴火、やばいかもな。あちっと、うわっ、霧が消え、そこをどけ。すごいな。まだじゃ、まだ終わらん。やった、もっともっと俺は強く、力が戻ってきた。技の切れ回り物、少し強くな。やったー、このキャプテンウソップに今週の俺は、ヨホホホホ、だ助かった。あの三大将相手に嘘みてえだ。キューブのデータは完全じゃないとリムが言っていたわ。そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。さあ先を急ぎましょう。懲りない奴らだ。ハハハ、会いたかったぜ、神の息吹。海王類と見まごう巨大な体にまがまがしい嘆願。ガキの頃俺のじいさんから聞いた通りの姿だな。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるさな。俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦艦さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けた。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあ、ここからだ。世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ、神の息吹。誰が主人だ。による攻撃と思われます。この威力がゆえのバッサーコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバッサーコールである。巨
外兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ、時間ならある。最後まで付き合うぜ。お前か。これはどういうこと？嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの？どうしてこんな。そうだな、リム、お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム、ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム！リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。ははは、これで俺を邪魔するものはなくなった。リム、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと？ははは、くだらねえことを言うなよ。まあ、あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか？俺のコテコテで掴んだものはこの通り俺の思うがままに操れる。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時にそのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全て俺の想定通り進んだってわけ。メモリアに行くたびにリムが弱っていた。あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったよ。リムは何も気づいてねえだろうな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら
容赦はしねえぜ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない。リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に向かっている。